はい、皆さんこんにちは。ジュラシックワダーライブ、今日はですね、DNA トーナメントということで、同盟チャンピオンシップのですね、やつをやっていきたいと思うんですけど、今回はですね、ルールがノーマルとエピックで、ブーストとかですね関係ないということで、ブースト付きということになりますね。ということで今回はですね、今現在スタメンに入っているゴルゴスクスと、ティラコタトルですね、この2つを入れまして、それ以外のメンバーで、もうこれぐらいしか強いのがいないので、これでいきたいと思います、とにかくですね、もう10体倒すというですね、目標のためだけにやっていきたいと思います。で、おそらくね、亀が出てくることが多いので、本当はね、亀対策としてアーマー破れるやつとかシールド破れるやつをですね、揃えたかったんですけど、なんせこのアカウントはですね、全然弱い、強いのがいなくてですね、弱いのばっかなんで、これでいきましょうと。はい、まずは、ベロキーからいきますが、これもう先制取れないとアウトですね。はい、これ先制取れるんじゃないかなと思いますので、はい、打っていきたいと思います。さあね、なんといってもね、体力1230しかね、これ即時妨害効かないんですよね。皆さんこれ知らないんだけど、残念ながらね、即時妨害効かないんですよね。はい、妨害に対しての耐性を持っていますね。これね、これ結構助かります。さあ、ここですよね。はい、ここね、ゴルゴスクぐらいに変えていった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、ここは移動速度に対しての耐性を持っているもので行った方がいいんじゃないかなと思います。さあ、これでまずは、はい、強化をしていきましょう。はい、まずは攻撃力アップですね。向こう1回打ちましたから、3回目がちょっと嫌なんで、3回目の時には当たらないにしないと結構厄介ですから、はい、次の1回が勝負ですね。ただこれで向こうはスピード落とすことができないので、はい、ここに耐えれれば、おそらく復活打ってくる可能性もあるので、もうここはもう2倍打っときましょうと。はい、シールド張ってくる可能性ありますから、はい、3回目打たせないと。で、できれば、変えますか。まあ、ここで、はい、なんとか取っておきたかったんですけど、はい。はい、これね、結構効きますよね。はい、では、ここで、はい、やり直しですが、はい、打てるだけ打っておきましょう。さあ、ここはもう凶暴化打てるだけ打っといて、はい、次の1ターンで向こうが何してくるかだけど、まあこれに耐えられればですね、スピード落ちないので、はい、交代打撃を使ってくる可能性もありますが、はい、ここは、はい、なんとか取っておきましょうと。大きいですね。ゴルゴスクだけで2体倒せたのは大きいですね。はい、これ早いので、これより早いの出してくるのはなかなか大変かと思うんですけど、諦めましたかね。はい。交代だけ使ってくるのかな。はい、ここはもうね、2倍構えてるので、まず無理ですよ。交代しないとね。諦めましたかね。はい、ということで、いや、大きいな。まあ、とにかくですね、このアカウントで3体これで確保できたのは大きいですね。はい、ということで、勝つこともできましたが、まあ、最低でもですね、10体倒すという目標のためにやっています。さあ、ゴルゴスク強かったですね。はい、では行ってみましょう。2戦目ですね。幸先いいね、滑り出しですから、ここはまたね、気持ちよくやっていきたいとこですけど、なんせね、もう、ブースト入っているものがほとんどいないので、はい、ここは、はい、もう一回ベロキちゃんに期待しましょう。さあ、はい、さっきの点滴聞きましたね。はい、ゴルゴスクに対して、ゴルゴスクは移動速度を落とすの持ってないので、ここで先制取っていれば、はい、1回でどのぐらい崩せるかにかかってますね。ただ、これ、耐えれないと、はい、次のターンでやられちゃうと思うんで、これでやられちゃうと思うんでね。あ、耐えました。耐えましたね。ここが、すごいとこですね。さっき、耐性持ってるからね、耐性じゃないや、剣性持ってるので、
ベロキは意外に強いんですけど、はい、ここはもうね、打てるだけ打っておきましょう。下手したら倒せるかもしれない。あ、残ったね。はい、ここはさすがに無理なんで、はい、やられときますが、はい、ただここでティラノは遅いので、これより速いのを出していけばいいんじゃないかと思うんですけど、プロミー出してきますかね。はい、プロミーの1倍でいけますから、はい、交代してくるか。ありがとうございます。これで5体だな、大きい。はい、そして次ね、2倍が待っているので、結構プロミーは強いですけど、はい、スタメン落ちましたけどね。でも、はい、まだまだ頑張ってますよ。はい、ここはね、継続ダメージ効かないので、あ、即時妨害打たないですよ。はい、1回で倒せな、なんで1倍打ってくるんだろう。諦めたかな。はい、諦めたっぽいですね。はい、ということで、いやー、勝つことできましたね。これで6体。これはかなり楽になりましたね。さあ、これで、はい、あと 2試合で終わる可能性っていうのが出てきましたね。まあ、次2敗2敗でも、はい、いけますからね。あ、2体2体ね。はい、ということで、3戦目に行ってみたいと思います。はい、3戦目はですね、もうちょっとね、こう、レベルが上がってくるんじゃないかなと思いますので、気合していきたいと思いますが、さあ相手はどうでしょうか。さあ、はい、またこれベルキが言ってますね。はい、あ、ブラキオか、相手悪いね。さあ、これは、はい、打てるだけもう打っちゃいますね。ゴルゴスクいますから、次のターンでゴルゴスクに変えるのもありですね。はい、これでもうね、移動速度落としてくるし、これでやられちゃう可能性もあるんだけど、はい、2397まで来ていれば、はい、ここで変にやられるともったいないので、はい、ここは変えましょう。はい、ゴルゴスクに変えて、ちょっとね、この、あ、助かりました。挑発シールド打ってきましたね。はい、これで助かりましたよ。さあ、ここは、どうしようかな。はい、ちょっとパワー上げときましょうかね。次の1ターンでやられることはないと思いますので、まあ、とにかく勝つよりもですね、倒すことを目的にありますから。あ、テラコタドを変えてきましたね。はい、ただこれ、この次の1ターンをゼロで抑えることができますけど、これ攻撃力を上げられて、あれ、今なんで当たった。これ当たっちゃダメだろ。当たっちゃ勝てないよ。あれ、今交代だけで出てこなかったっけ。なんで、そっか、すげえな、ゴルゴスク。さあ、これで、はい、2倍を残した状態にしているので、向こうはかなりちょっときついですね。ゴルゴスクは強いですよ。さあ、どうする。あ、サルコ来ますね。さあ、これに対して、はい、2倍で打つだけ打っときましょう。はい、向こう次ね、ああ、1回倒しちゃった。おお、すごいね、クリティカル出たね。さあ、こうなると結構手がつけられないですけど、はい、次の1ターンで倒せないと思うので、さすがに4350崩せないので、先制持ってませんから、はい、こうなると次のターンがきついですね。さあ、どうするんだろう。あ、帰ってこない。帰ってこないともうやられちゃうよね。はい、ありがとうございます。いや、強いね、ゴルゴスクね。はい、ということで、これで333ということで、9体倒しましたね。うわ、楽ちんだな。はい、ということで、さあ、10体目指してやっていきましょう。最後の4試合目になりますね。さすがに1つぐらいは取れるんじゃないかなと思いますので、はい、よっぽどね、なんかね、変な人が出ない限りは、はい、勝てると思うんですが、はい、やっていきましょう。さて、はい、組み合わせですね。何が出るかということで、開けていきますが、さあ、どうでしょうかね。ベロキちゃん、頑張ったからベロキちゃんまた出てくれていいな。出ましたね。あ、これはね、ティラコタトルも出たので、ちょっといろんなことができそうですね。はい、嫌な相手が来ましたので、
ただここは、はい、打てるだけ打っておいて交代した方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、打てるだけ打っておいて、はい、ここの1ターン耐えれそうなので、はい、ここは耐えておいてですね、はい、ここでティラコタトル出していった方がいいでしょう。はい、向こうに2手目ですから、2手目に対してまた1倍寄ってくると思うんだけど、移動速度落ちないので、はい、でここで向こうは3手目があるんだけど、はい、ここは継続ダメージ与えられるときついので、本当はここで向こうは復活をかけなきゃ厳しいと思いますけど、はい、そうですね。ただそれをかけたとしても継続ダメージがあるので結構きついと思いますよ。そして次こっちシールドを破れるのが打てるので、はい、もう一ターン耐えれないと思いますけどね。はい、これ1倍で倒せたら本当はいいんだけど、倒せないので使っちゃいますが、はい、これで10体倒しましたね。はい、一応これでもクリアですが、まあせっかくなんで頑張ってやっていきましょうか。さあ次何出してきますかね。プロミきますか。はい、ここは、はい、スピード落としていきましょう。プロミね、今回ね、スピードの耐性の耐性持ってないんですよね。だからこれ即時妨害は与えなくてもいいんですよね。それよりもスピード落とされることの方がきつくて、しかも当たっちゃったじゃん。いやー、こうなるとプロミーってきついな。はい、きついっすね。即時妨害打ってくんのかな。はい、ミラガヤに変えてきます。はい、ただねこれ移動速度落ちないやつだからね、ミラガイアもきついですね、残念ながらですね。さあこうなると、はい、もういきなり打っちゃいます。はい、緊急回復しますか。はい、打っちゃいますよ。はい、 0.6 倍打っておいて、はい、これカウンターもらいますが、次継続ダメージ与えていってもいいと思いますが、さあ1倍で倒せるか。次復活打てないもんね。あ、交代してくる。あ、プロミー犠牲にする。はい、ティラコタトルはね強いからね、一応スタメンなんでね。はい、こうなると向こうはもうね諦めるしかないですか。諦めモードですかね。はい、ゴルゴスク来ましたね。さあこれ継続ダメージは当たるんだね。どっち打った方がいいかな。継続ダメージ打った方がいいかな。あ、戦場打ってくるか。戦場打ってくるかもしれませんが、はい、一応これ打っといて一回交代した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、アビリティ見ていくと固まるんですよね。いやー、もうこれほんとどうにかしてほしいんだけど、はい、ここはね交代しておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、ベロキをちょっと犠牲にしてですね、はい、ね、戦場打ってくるでしょ。なのでこれで打たしておいて、でもうティラノぐらいでいいんじゃないかな。はい、ティラノぐらいでいいんじゃないですかね。さあこれ1ターンで倒せないと次のターンで倒されちゃうので、はい、これでいいでしょう。はい、バシッと決めてください。はい、ということでですね、はい、10体クリアしましたので、サバーカーはねあんまり頑張らないで、また明日時間あればやりますけど、はい、一応、10体クリアということで、ここまでということになりますね。はい、フリーズした。はい、10体クリアですね。はい、4勝、4戦4勝でしたね。はい、ありがとうございました。ではまた明日。